There's the cathedral. Now to find my way into your lab, Simmons. Can't believe he went through with it. Poor town. This bears investigating. Leon. So you've been caught up in this too. Good morning, Blue Force. This is. biohazard six. Oh, while I'm doing I'm going to get on the horse. Pass. 今日から、えっ、ー、と、チャプター2に入っていきますね。うん。まあ、ここはね、ちょっとね、いろいろとね、まあ、ホラー要素があるのか、まあ、まあ、もう今更ホラーもね、なんたらかんたらもないような気もするけど、まあ、雨に滴る、いい女、水に滴るだったっけはい。ああ <laughs> じゃ、でも、いい男が普通、女、女じゃねえよね。で、やっぱりこういうのは、こう、なんか周辺にちょっとでもアイテムあった、ね。うん。アイテムがないかっていうのを、こう、探しちゃうのが、まあ、癖って,て。あ、なんか今、俺、あったあったあった。 えー、うんそうそうでねえっと、まあ、ちょっとあんま関係ない話なんですけどあのえっと節分じゃなくっておひなさんっていうのがその僕もともとんて言ったらいいんだろう男の男兄弟しかいなくてで両親もそのなんか子供の なんかお祝い事というかそういうなんか節句とかそういったものってまあまあおひなさんはね男兄弟しかいなかったから当然飾るなんていうこともなかったんですけどなんか子供の日になんか甲冑とかさ兜とかさあと何だっけ金屏風を立てたりとかそういうのもやったことがなかったからあの全然そういう文化がないんですけどあの向こうは嫁さんはお父さんがそういうのがすごく好きな方で。 うん、で、なんか娘のためにね、なんか結構こっつい、あの、ひな人形の、その、セットみたいなものを買っていただいてですね、で、それをちょっと、まあ、この土日に飾るっていうのをやって、まあ、3月3日にね、あの、取り除かないと嫁、あの娘ちゃんが、うわ、だーって、いきなりのセクハラーうん。で、ね、ちょっと嫁に行き遅れてしまうってことがあるので、ちょっと3月3日バタバタと慌てて片付けなきゃいけないかなと思ってるんですけど、うん。 でも、なんかやっぱ家にそういうのが今までなかったから、まあ、当然場所は取るけど、でもすごくなんか新鮮というか、なんか神聖なる感じがする。うん、ね、まあ、日本だから仏教仏さんなんで、神聖って言っていいものかわかんないんですけど、ね、なんかすごい不思議な感じがするよね。だから僕が、その普段家で仕事するならっていう場所があって、その横にデーンってあるんで、なんかすごい、 でまあ、家に仕事持ち帰ってやるってことはまあ,あんまり最近しなくなったけどなんかすごいこう観察されてますみたいなか観察が監視されてますみたいなそんな感じがするんでねちょっと仕事する時も身が引き締まるわーってただ場所を取ってるんで残念ながらいつもやってる筋トレがそこでできなくなるっていうね、うんまあ、そんなところですね、まあ、それは全然問題な,ないからいいんだけど、まあ、そんなところっすよね、えー、皆さんどうです なんかそういう季節のイベントごとみたいなこととか、まあ、その年,齢そ年齢に応じたイベントごととかって結構やってました僕の家はその七五三はやったことがあってまあもう今食べたいとはあんま思わないけどそのだから当時千歳飴がめちゃくちゃ美味しかったっていう記憶があってで弟がね5歳になりましたってなった時も僕7歳9歳とか、まあ、2歳ずつ離れてたんで7歳9歳とかっていうのをになった時にと うん、なんか食べ、あいいな弟みたいな、俺もちょっと食べたいな、なんかちょっと追ってくれないかなって、折って一部くれないかなって思ってた記憶はあるんですけどね。でもイイ、イベントを踊ってもそれくらいかな、もうそれこそね、大学生くらいになって、なんかハロウィンがユニバー火付け役になって、めちゃくちゃ盛り上がった時に、まあ、ゾンビで遊んだわけだんど、そんなくらいですけどね。うん すごいよねなんか蹴り方がもうお,お嬢様じゃないよねなんかね <laughs> まあそんなこんながあってであとはうーんとから全然やったことなかっただから何だっけあの1ヶ月くらいになった時のあお宮参りお宮参りとかもやったことがなかったからすごい新鮮だでしたしなんか男の子だったら額に「大」って書いて女の子だったら額に「小」って書くっていうのもこんなもん知らなくってなんかあの「ライオンキング」 の、シンバがさ、生まれた時にラフィキにさ、なんか、割った身から出てきた赤いやつをこ塗られる感じがあるじゃないで最後あの、ケイクシュンって言って可愛いシーンとかあったけど、あんな感じなんだろうなと思って。うん、またそれを描いてるさ、娘ちゃんの顔がめちゃくちゃ可愛いわけですよ。だって1ヶ月だぜ、まだ表情、まだ表情が何もないんですよ。で、あのー、ムービー撮ってたら、ムービーを撮り始めた瞬間にクシュンってね、あの、くしゃみして、おぉ、シンバと一緒やーと思って、すげえ可愛いって。 え、ね、あの、すいません、ちょっと、の、のろ、これはのろけというのか、完全になる親バカというべきなのかってところなんですけど、まあ、そんなんがあってね。うん。あと、あの、その、奥り染めえー、かなあの、あ、石食わせるっていうのは、そういえば今思い出せば、あれだな、写真残ってるな、その、うちでやったというよりは、あの、おばあちゃんの家に、そういう、なんかちょっとごっつい石があって、で、それを、えっ、ー、と、なんか、 カジカジさせられてる写真か何かが残ってたはずですね。確か。うん。そんなんじゃなかったかなぁ。さて、この迷路を果たして俺は切り抜けることができるのだろうか。よし。あ、ずれてる。押しすぎてた。ふっ。やり直し。うん。そうそうね。季節のイベント。あとなんか、 これもユニバ情報だけど、その、いい、ちょっと待って、押せない。イイースターがありますよね。イースターとかも、だから、まあ、ユニ、現実世界だとユニバですって、なんかね、あの、イースターエッグがあったりとかしますけど、なんだっけ、結構そういう季節の、季節ごとのイベントって、なんか動物の森で、なんか勉強した。 んなかうですよ、ね、あイースターっていうイベントが3月にあるんだみたいなねで4月があって5月にそのこどの日のねなんかこいのぼりが飾ってパサパサパサとかあと結構その季節のイベントだけじゃなくて虫とか魚とかの種類って結構動物の森で知ったっていう人なんか多いんじゃないかなっていう気はするんですよね。 例えば、川魚でさ、伊藤って、なんか、昔だったら1万5千ベル、なんか、今のやつだとそんなにしないのかなうん。っていうのはありますけど、あんなの、知るわけの、伊藤って、もう普通に食卓しか思い浮かばないですからね。誰だって言伊藤家の食卓くらいしか思い浮かばないからな。うーん。でもそんなんで、結構、いろいろと勉強させられたってっていうのもあるんですけどね。はい。 じゃあこいつを最後、えー、感電させて脱出を図っていきましょうかうん踊らない踊らないはいああおとなしく上乗ってあ全然関係ないところだったけどうまくいったねわあ痺れるわ効くわーって肩こりに効くって効きすぎて燃えちゃったね <laughs> こういうのってどでももともとどういう仕組みでこんな働いてるんだろうね まあそんなところだよね、本当に。さてさて、レバーを引いて、ここからね、えっと、エイダちゃんのね、貼り付け拷問の計の時間になってきますね。うん。で、あれを取って、もう脱出測って完了なんですけど、これがうまくいくのかなこれはじ、あれ、全然うまくいかね初めてやったとき、なんか、 ただただ倒すみたいな感じでやっちゃったんだよね。これうまく刺す。あれちょっと全然刺さんないじゃん。なんでなんでワッツ。こういう時になんか後ろからゾンビが来てないかついつい警戒しちゃうんですよね。じゃあ、行け。いけ。い,ーけ,いーけ。ちょっと待って。もうちょっと。えでもこの角度で打って大丈夫なのかなこれなんか向きがある。こっち向いてないとダメとかあっち向いてたらダメとかあるかな え、なんかめっちゃ慎重になるわ。ボウガンの矢切れたら終わりだもんね。とりあえず撃ってみるどっちがいいえー、めっちゃ慎重になるわ。あ、行くんかい。あ、な、関係ないえ。結構大胆にやっても問題なさそう。まあいいや。じゃあ次行こう。あ、そうだ、そうだ、これボ、ボウガンがあれだ、めんどくせえんだな。あの、一回一回ちょっと。 充電して、充電してか、あの、装填してて、一発一発の武器だからね。あの、だから、な、なんだったっけあれあれ。ジェイクのさ、マシンガンなんかもさ、あのー、あれをぶち込んでいかなくちゃいけないですよね。<laughs> オッケーじゃあ、これでなんとかいけるようになりましたんで、次行きましょうか。オッケー <laughs> じゃあ、それで <laughs> はい。 指輪かーあれ違ったか紋章取れたと思ってたんだけど違ったかこいつらもなんかずっとあれかね嫌な感じの指輪って使い道あるのかしらって <laughs> ものすごい皮肉 <laughs> えと特にここはある何もないからじゃあこれを取って次どこ進んでったらいいんだ戻りますうんこれ登ってきたとこだっけ 降りるえあれ違うね。これは感電ビリビリ部屋だね。こんな穴あったっけえっ、ー、と、ゾンビ出てくるとかないあー、なんか、ん思い出した思い出した。これあれだ。違う。こっちじゃないわ。えっと、これあれだ。あの、なんか、貼り付け獄門の系をしてないときの、 なんか、あの、さっき、ポンって乗ったじゃないですか、ゾンビ3体壁に貼り付けて。で、貼り付けてない時に乗っちゃったら、なんか床がバーンって開いて落ちちゃう。で、その落ちた先があそこみたいな感じだったと思うんですよね。だから、こっちになるのかな。こいつらさ、撃ってさ、なんかいつもアイテム落としてくれる。あ、ここで、万が一ボウガンの矢がなくなったら補充しましょうみたいな、そういう落ちだったのか。なるほどね。あー、ある意味親切設計だね。ある意味ていうか、かなり親切設計だよね。へー。で、これ進んでいって、 ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。OK、行こう。じゃあ、フックショット。なんだかんだでこれさ、あの、バイオハザード3の終わりぐらいの頃に手に入れたさ、なんかウェスカーから供給されたフックショットだけどさ、なんだかんだエイダお気に入りで使ってるよね、これね。<laughs> なんだかんだで全てを操っているのがウェスカーでしたっていうオチだったらすごい面白いと思うんだけど。まあでも,もミランダという存在が出てきたからね。ショークの根源じゃあるミランダが出てきて、で、そいつがさ、やられちゃったじゃないですか。あとどうなるんだろうね。バイオハザード9とか。あと、そうそう、バイオのさ、なんか、そのリバースじゃない方なんかダウンロードコンテンツも今開発中みたいなさ。 バイオハザード7で言うと、あの、エンド・オブ・ゾイと、ノット・ア・ヒーローみたいなやつ。あれも開発するって言ってて、全然してないじゃないですか。なんか、この間、発表で25周年のなんだかんだみたいなんでやってたけど、なんか、梅田ジャパンさんとかは、なんか、すごいがっかりしたみたいなツイートを載せてた気もするんですけどね。うん。あれ、どうなるんだろうおっと、あれあ、やばい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 。逃げろ、逃げろ、逃げろ。え ちょっと待ってえっと、そう、いや,はや、早やこういうのって普通さ、カメラワーク的にさ、奥に逃げるようにさ、な、なるもんじゃないの。やられたわ、完全に。よいしょ。逃げる、逃げる。逃げる、逃げる。逃げる、逃げる。で、こっちで、なんかいるね。もうこういう時に邪魔しちゃダメですよ。はい。 結構生きてんな。オッケー。あ、そっか、3入ってくるんだったっ。こいつら。で、なんか奥にいるね。んちょっと待って、デブ入ってきた。ここはあの、ジュジュ一歩通行なんで、あの、入ってこらないです。入ってこらないです。とか、お前、詰まってっから入れねえじゃねえか。あ,しかあー、意外とハンドガン50発でいけるんだね。体力はそんなになかった。てか、奥にいるあいつさ、倒せないこいつこいつ。倒れる。ジュジュジュ絡まれる前に、 踏む。踏む。ん踏む。あれちょっと待って、体力高すぎないこいつ。あれ、もしこの手段じゃ倒せないとかあれちょっと待って、全然。よいしょ。ほい。ああ、いけた。あー単に体力高いだけ。ああ、単に体力高いだけだったのか。なるほどね。もう一匹逃げてたわね。そうそうそう。これ、どっちからいってもいいのかな あれこんな朝だったっけなんかもう一体の方めっちゃめんどくさかった記憶あるけどうんとりあえずスライディングができなかったあのダッシュボタンが押せませんでした <laughs> えー、にしても2月は早かったなほんとに28日しかないっていう早さもあるけどなんだろう あの、前半仕事めちゃくちゃ頑張って、で、中盤、中旬に、この娘ちゃんの1歳の誕生日のお祝いで、ディズニーランド行ったりとか、編集めちゃめちゃ大変で、まだ全然進んでないんだよね。そろそろ進めておかないと、もう多分、あと10パートくらいでこれも終わると思うんでね。映画、だってあとチャプター3と4と5終わって、まあなんか間に雑談会を挟むかなんかするかもしれないですけど、あいつ倒したらあれなのかな あダメだね硬いね、カッチカチやね。から当たってなかったあ、そうだね。じゃここじゃ倒せない。こっちだね。OK。ーでも進むしかないでしょう。いきましょう。締めうわ近い、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 近い。お涙ちょうだい。うん。そう。で、で1歳の誕生日で、いろいろやったりとかして。 で気づけばまあ2月中旬から後半にかけてはまた仕事がバタ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 して気づいたらもうね結末でしょっと月日経つの早いなーってなんか年取ってくれば取ってくるほど思うよねなんか何だったっけな何だったか忘れたけどあの <laughs> ごめんなさいそう年を取ってくればその1年がその1年の 短さっていうのがどんどん加速していくみたいな。だから例えば5歳にとっての1年って5分の1じゃないですか。だけど僕今年30ですけど30歳の1年って30分の1だから、まあ単純計算6倍の短さを感じるみたいなね。まあ6倍の短さであるみたいな。その1年1年の経過じの時間自体は、うん、変わらないとは思うんですけど、うん。でもなんか1年振り返ってみて、 あの濃さっていう意味で言ったらやっぱり5歳にとっての1年の方が30歳にとっての1年に比べると全然違うからめちゃくちゃいるなちょっと待ってちょっと待ってういっっていうのがあるんで違う違う違うなんかいろいろボタンが狂ってる狂ってるやばいやばいやばいオッケーんんで倒れたあちょっと待ってセクハラですベッドメイキングはまだ終わってませんので後ほどキック なんかかさっきからボタン、こういうね、あの慌てる瞬間、コントローラーじゃありえないな、キーボードの操作ミス。お前いるんかい。ごっついノールが。え、どうしよう。えー、っと、あいてて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 。なんか嫌な予感がするかな。とりあえず燃やす。いけ。リア充燃えろ。OK。OK。よし、開いた。じゃ次行こう。 倒せているかな、OK、よし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 。稼ぎどころ、稼ぎどころ。スナイパー。スナイパーってやっぱ後ほど役に立つと思うんだよねー。で、まあ、それはいいとして。ほい。じゃあ、ツー、ツー、またいたね。あちょっとミスター。カウンターがうまくいかない。 ゾンビのカウンターってなんかジュアボよりも正直めちゃくちゃかん、生きてんのかよ。めちゃくちゃ簡単な記憶があるから。うん。ほいなんだけど、やっぱりキーボード操作になった途端ね、あまりうまくいかないというけん。ちょっと待って、奥にまた行ったえい、ー、ちょっと、うっあ、これ嫌な予感がする。こいつ今倒してもアウトだし、倒さなくてもアウトだし、 やっぱりそうだよね。何かが起こると思ったよ。あれ、ちょっと待って。いつの間に叫んだんだ、お前。<laughs> いや、やらかした。ああ、なんか、1チャプターで1回死んでる気がすんない。いや、1チャプターじゃない,いや、1パートで1回ずつ死んでる気もするよね。なんかね、ちょっともうさっさと始末してった方が良さげだよね。前回もなんかね、虫にまとわりつかれて、後ろでベイビーがふわふーってなってたから。あれ、ちょっとっ固硬い硬い。こいつカッチカチやん。 あれ、ちょっと本当にカッチカチやなな。ダメだ。スコッピーン。とりあえず燃やすか,とか。手榴弾全然手に入らないわね。オッケーイ。ちょうだい。うん。ああ、って、こいつ。もう本当にー。おら。おら。喉チンコ震わせろ。オッケーイ。 こいつがなんかみなぎってこなければたぶん大丈夫あ,あとあいつだけかよっしゃまたこいつ無駄に体力高いパターンなのかなほいほいああええすげえ普通に死なないこれで体力高えなちょっとオッケー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 いやーちょっとエイダさんのご褒美タイムがめちゃくちゃ長かったっすけどまあ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 あと広ロアタ こいつ拾って終わりから。おっしゃ、じゃあアイテム2つ揃ったんで、元の場所に戻っていきましょう。ほい。ん頭蓋の金馬へえ。まあんでもいいんですけどね。よしよし。こっち進んでいくかな。さすがにここもゾンビ出てこないでしょ。だね。元の。 なんかなんとなくさ、あのインディン・ジョーンズのさ、クリスタル・スカルみたいじゃな、ね、いあの、ディズニーシーに出てくる。なんかこんな雰囲気あるよね。インディン・ジョーンズがこういうの好きそう。あと、アンチャー・デッドとか、トゥーム・レイダーとか。パコ <laughs> でしょうね <laughs>。まあ趣味の悪いリングつけてますからね。OK、じゃあこれで手に入れたんで、えー、とどこ戻っていったらいいのかな奥でいいのかな あだね、副書と戻れますね。OK、じゃあ、さっきのシモンズの、えー、紋章をはめるところに戻って、えー、はめはめして、一旦、まあ、20分も超えたところなんで、このパートね、区切っていきたいと思います。さあ、いつの間に、誰が開けたんだなんか誰かが手引きしてんのかなこの間に、なんか、裏で多分、レポティッツァをぶちのめしたりとか、そういうのをやってるのかなと思いますね。はい。 じゃあね、本パートも最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。もう雑談ばっかで申し訳ないですけどね、まあ楽しんでいただけてたら幸いです。ということで、また次回のパートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。